本当に久しぶりになってしまったので、すごく随分待っててくださったファンもいると思うので、今回このような機会に来れたことが本当にもう幸せだなと思ってます。ここの台湾でのコンサートが決まる前に他のアジアのところにちょっと出かけることがあって、でこうなぜかこうお店で出会う方から写真を撮ってくださいってお声が5、6名かかったんですけど、その5、6名が全員台湾の方だったんですね。だからあれ台湾の方だなと思って、で若い子もいれば私より、まあ、少し年下の方もいらっしゃって、でなぜかこう台湾の方とお目にかかる機会が多くて、まあ、何かあるのかなと思ってたら、この台北でのコンサートのお話があったので、もうすごくなんか、あ、ここに来させてもらえることになっていたのかななんてちょっと思っちゃいました。私が随分昔に、その多分30年前ではないと思うんですけど、台湾のファンの方が例えば東京のコンサートに来てくださるたびに、ヌガーのナッツ入りのヌガーキャンディーをくださる、こう小さい、それが大好きです。